こんにちは。5月29日、明け方の5時になりますえ。こんな時間にね、また動画を撮らせていただいているのと、あとね、こんな格好でお送りしてますけども、決してこれふざけてるわけでもなんでもなくって、あの本来でしたら着替えてスーツなど着てね、ネクタイまで締めなくてもピシッとした格好で動画をお送りするべきなんではないかなと思いましたけども、でもそんな時間をね、惜しんでもね、私の方は皆さんに大事なことを伝えたりとかね、サポートする時間に充てたいと思うんですよ。もちろん見栄えは大事だと思いますけども、 まあ、私がもともとね、こういった和服で、この和室でお届けするという形で、えー、速化塾のお後半でありますね、えー、そのジェネスっていうのをお伝えした時から、あのこのスタイルでいこうと決めたわけなんですよ。それまではビジネスマンスタイルでね、ピシッとネクタイをして、ホワイトボードで説明してみたいなことをやってましたんで、えー、本当にね、怪しいセミナー講師だったと思いますけども、でも、アフィリエイトやね、YouTube の教育をしている中では、そのスタイルが結構ね、私としてもトレンドだったのかなと、当時は思っていたんですよ。でも今はね、 伝える内容が大事だったら格好はそこそこねどうでもいいんじゃないかなと思ってますですので私はこういった和服でね部屋着のまんまでまた時にはヘアスタイルがぐちゃぐちゃな時にはこうやって帽子をかぶってごまかしながら放送してるわけでございますはいで今回ね FX オリガルヒについてのお伝えなんですけども、えー、まだ申し込み受付はしておりません5月31日からスタートですよ まあ、申し込みは6月1日からしますよってことだったんで価格の発表もしてないところなんですけどもまあプロモーション動画あ前回ね、えー、リリースして、えー、これからの世の中を考えた時にやっぱり人生の後半を乗り切るためにはやっぱり資金の問題解決していかないといけないでも YouTuber これからやりたいですかアフィリエーターこれからやりたいですかってことを考えた時にうーんと悩む方が多いと思うんですよで私は思うんですよ FX これでいきましょうと私自身もこれまで以上に FX に力を注いで FX オリガルヒというものを打ち立てて50代を濃く FX をやっていくどのぐらいの本気度でやるかって言ったら投資助言業これを取りたい自分の会社で投資専門の会社を作っていきたいというところまでお話したと思いますもちろんこれは実現できることが分かりませんで私一人でできるとも思いませんこれは役員も置かないといけないんで FX や投資にそこそこのスキルがある人を迎えないといけないんですよできればそれは即可塾の熟成産の中から、えー、もう外注でいいんでね お迎えしたいなと思ってるところなんですよで、そういった同志を探す意味でもこの FX オリガルフという最初の試みねまずは最初は FX で勝てるようになっていきましょう勝率を上げていきましょう FX で稼ぐ金額を増やしてみましょうっていう風なごく当たり前の動機なのかもしれませんけども私が見てるところはそこではないんですよ稼げるようになったら稼がせる人になっていきましょうっていうところなんですよね特に皆さんにもお子さんがいらっしゃる方いると思いますお子さんに お父さんお母さんが FX で勝てるスキルを教えたらどうですか私も必ずしようと思いますけど、それしたらどうでしょうか就職で悩むことも、学校選びで悩むことも、なくなるんじゃないですか本当に自分の学びたい学校に行く、本当に自分の興味のある職場を探しに行く、もうそこにはね、高い給料を狙いに行くっていうところは外れるわけなんですよ。そしたら全然、人生設計、進路相談の形も変わると思うんですけど、いかがでしょうか これは取りもなさず私が自分の子供大和くんに求めていることなんですよ。大和くんと就職進学っていうのはもちろんそれでも全然いい学びはある感動はあるだけどもお金の心配がなくなったとしたら同じような選択取るかな理系文系で高校の進学先を選んだりとかね大学をただ偏差値が高いからっていう選び方するかな自分の学びたいことを学んで 出出会会いいたた人に出会うためにうめってものを使えるべきじゃないのっていうふうにもしかしたら中学生ぐらいになったら親子の会話があるかもしれないですよねでもその時に「でも父さん稼ぎはどうすんのさ金がなければそんなの理想で終わりよ」「FX でお金いくらでも稼げるでしょね父さんの資産見てごらんよ」途中までアフィレートは YouTube だったけどもだけどね今お前が目にしてるもの手にしてるもの全部 FX で稼いだお金だよ しかも、口座にはどのくらいお金あると思うこれも FX だよ。どうだい君は。FX でお金の問題をまずなくした後に進路を決めてみたいと思わないかっていうふうな親子の会話があるかもしれません。そうなると、学校の進路指導とは全く別の、もしかしたら、教育になるかもしれないですね。その時に、いや、それでも父さん、金じゃないよと。俺は、出世競争をするために、 仕事に行くんだ会社を選ぶんだって言うんだったらそれはしょうがないそれは一つの選択で決断ですからねだから私はいつも思いますお金と時間の心配がなくてもその人生を選びましたかってことなんですよそういうこともねエフェクスオリガルィの中では私のこういったマインドセットも共にお送りしたいと思いますもちろんエフクスの勝てるスキルってものをしっかりと勉強していくのは当たり前にありますよでででもそその上でなんうういうふうに FX でお金や時間の自由が欲しいのかっていうことも共有していければなと思うんですよそして FX オりガルシにご参加いただいた皆さんのその時の将来の設計とかね夢とかねそれから若い頃にやっていたことをもう一回やってみようかなってものもお互いに応援できるといいんじゃないかなと思うんですよねはい、えー、まだまだ未知数なところ多いと思いますとりあえずは FX でみんなでテクニカルきちっと学んで勝てるようになっていくこと こここに、えー、最初のポイントがあります。これができなければ私が今まで話したなんかいろんなね夢とか野望っていうのは全部終わりです。ですので私としても50代でねこの大きな挑戦をする時に FX オリガルヒにご参加いただいている方との関係っていうのは非常に大事になってくるんですよ。で、えー、とここら辺からねちょっと私の FX の振り返りになりますけども今私今までね FX の指導をいただいた方が2人いるんですよ。1人は、与沢翼さんですよね。与沢翼さんの講義は超スパルタでした。なので、講義の量も多かったです。それこそ処理しきれないぐらいの動画が送られてきて、毎日2時間の FX の相場解説です。2時間ですよ。見るだけでヘトヘトになって、もうね、何を学んだか覚えてないです、はっきり言って。だから1年かけてやり直しました。何回も何回も見ました。でも分かったんですよ。 基礎用語を覚えてないから分かりにくかったなったってことです。ですので基礎用語をしっかりと学んで、与沢翼さんの解説がすらすら分かるようになってくると、二時間の講義であっても大体それをね倍速で見ても分かるようになってくるのと、あこっからここまでは見てもしょうがないなってことがだんだん分かってくるようになったんで、二時間の講義ではありますけども、大体十分ぐらい見れば大丈夫っていうふうになったんですよね。まあそういう意味で言うとチャートに張り付く必要はないかなっていうふうな考えです。 それが今の私のトレードスタイルになっています。ですんで、ヨザーツバさんから教わったことは、覚えることぐらい覚えてこないとできないよってことなんですよね。ですんで、FX の基礎用語っていう、基礎用語っていうね、<laughs> あの講座作りましたよね、3ヶ月のやつ。あれを身につけておいていただきたいと。暗記する部分は必ずありますんで、暗記をおろそかにして、トレーニングに進むことはありませんということでございます。暗記が第1段階、トレーニングは第2段階、第3段階目は精神の問題です。はい、えそしてですね、 二人目に学んだ方は、あ私の速可塾のね、えー、あの塾生でもあり、一時期講師をしていただいた中村トレーダーですよね。で中村トレーダーは基本的には一人でやるトレーダーなんで、あのー、今思えばねあの、私と同じレベルでのサポートっていうのはあ多分期待できないんじゃないかなと思いますね。うん、で私としてもね、あのー、中村トレーダーとやり取りさ,れてさせていただく中で、私はあの力がつきました。 ああしかも中トレーダーダにいた,だいたアドバイスはた2週間です、ね、本来なら半年間ぐらいのサポート期間頂い,いたんですけども2週間で私の場合は「あ分かった分かったもうサポートいいよ」ってことになったんであの本当にね中丸トレーダーにも感謝してる部分っていうのはあの多分私のね受け取る力が結構あったんでしょうね。与沢翼さんとのトレーニングの中でいろんな基礎用語とか基礎概念が入っていたんで中丸トレーダーも言われてましたけども久保さんはもう何 与沢さんにむちゃくちゃ鍛えられてたんで、一言言ったら100ぐらいの解釈を持って、それをね、自分で勝手にやるから、すごい進み具合だって言ってましたね。<laughs> まあ、ですんで、中村トレーダーとしては、あのー、私はね、優秀な生徒だったと。あっという間に独り立ちして、あっという間に一人で勝てるようになったんで、こんな人はいないよって言ってましたけどね。<laughs> うん、確かにこんな人はいないと思います。打ち聞返ってみると。うん、で、あのー、中村トレーダーがね、あのー、 もう1回から基礎を私に教えてくれるっていった時に一緒に学びたい人募集みたいなのこうをしてみたんですけども、うん、やっぱりね私はね、あのー、すごく、あのー、ためになったなと思ったんですけども受け取る力っていうのはみんなバラバラなわけですよねで生徒さんが増えれば増えるほどそこにバラつきが出ちゃうんですよ飲み込みがいい人悪い人時間がある人ない人いろいろ出てきますよねだからコンサルって形で細かくサポートする約束をして 中丸トレーダーは一人一人の生徒さんに向かってくださるみたいなこともあったみたいですけどもその頃はもう私もね完全に独立しちゃって自分のことずっとやってましたんであの皆さんからねあのご相談いただくことは中丸トレーダーに関しては少なくなっちゃったんですけどもでも振り返ってみるとねあの私と同じレベルでのサポートっていうのは多分受け入れてないと思うんですよそれはもうねあの講師によって様々ですからどのぐらいのサポートするかでも私思ったんですよあの仲間のトレーダーダに FX の力とか稼ぐ金額では今のところ叶いませんでもきっとですねサポートの緻密さとかあそれから継続力とかねそれからいろんな角度で伝えていくっていうこのお熱意マインドセットっていうのは多分結構上なんじゃないかなというふうに、あのー、思うんですよこれ仲間のトレーダーは別にね卑下、あのー、してるわけでも何でもないですよあの特徴の違いなんですよだから仲間のトレーダーは高いスキルを持っている それに比べて私は FX のスキル自体は限定的だけども、けど、一緒にやるっていうこと、サポートの力においては、やっぱりアフィリエイトとかで鍛えられた分、まあ1万数千サイト作ったりとかね、動画の投稿本数も2万本超えたりとかね、群を抜いてるわけですよ。このレベルで私がサポートしたら、拾えなかった人もね、言葉ちょっと悪くてすみません、拾えなかった人も拾えるようになるんではなかろうかと思ってますし、そのぐらいの決意で私はやるつもりなんですよ。で、 FX の売りがある日を、えー、プロモーションしてみたらねあのまだ価格の発表してないのにもう申し込みは5件内定させてもらいました本来でしたら5名ぐらいでやっていこうかなと思ったんでまあ多くてもね8名ぐらいでやろうと思ったんでまあこの辺でいいかなっていう気持ちはありますけどもでもねあの5月31日のライブ放送を見て価格を確認して お問い合わせなり申し込みをしようっていうのがもう本来ですからですんで、えー、公開前にもう打ち切りっていうことはありませんあの5月31日の21時からの中間中年ジャンプストーンさんとのね株スクールのお話の中で価格その他お伝えしようっていうのは変わってませんのでその時まであのまだお考え中の方はね全然大丈夫ですからお待ちいただければと思います えー、そして、えー、とりあえず五名の方はもう決まりました。この方は内定でございます。もうご本人の方から事態を申し込まない限り私の方からダメですよっていうことはありませんので、えっ、ー、とできればこの五名の方にもね、三十一日のズームライブをご覧いただきたいなと思いますけども、でも本当私もねすごく胸が高鳴るというかね、あの怖さもありますはっきり言って本当に皆さんがついてきてくれるだろうかっていう恐怖もあります。でもついてこさせるための私の行動力勇気っていうのも同時に生まれてきたんですよ。 ですほんと、ね、なんかねやる気に燃えてきたって感じですさらにさらにやる気に燃えてきたほんとこれは皆さんのおかげですですんで、ね、精一杯ね私もねもうやっていこうと思いますしえほんとありがたいなと思いますねこの FX オリガルヒというねオリガルヒっていうと結構危ないイメージなんでどうかなウケるかなと思ったんですけどもいやでも新興財閥って意味でしょ新しい金持ちになるためには私は まずは投資に行くしかないし、投資に行くんだったら暗号通貨とか、ね、よく分かんないね、あのー、何ファイルコイン、あのマイニング、NFT、あんなんやるよりもね、絶対にこれ FX をまず攻略してからだと思いますよ。FX で資金がいっぱい作れるようになってから NFT をやれば全然間に合いますから、こんなの。FX がめんどくさそうだから NFT に逃げてるわけですねメタバースに逃げてるわけですよ。あんな概念私たちに扱いませんからね。私ででででもももう二の足を踏んでるわけですよでも FX で勝てもしない人が言っちゃ悪いですけど、FX なんてので勝てもしない人が NFT とか、あの暗号通貨、投資とか、いや難しいと思いますよ、はっきり言って。ダメとは言いませんけどね。私は慎重に一歩一歩、おもう転落のないように進もうと思った時に、これでもかってぐらい FX を固めに行きますからね。この5年6年で FX は私は結構、やれば勝つっていう風に固まってきたと思います。でもさらに固めますから。ここで、 上っついて他の新しいね難しそうな投資ね新しい投資のスタイルだからっていうふうに流れていって元の目的ですよそんなことになったら暗号通貨は私は体の間のプレセールが完了した時点で私は終わってると思いますうんあとはビットコインとかねあとイーサリアムとか XRP は決済しましたけどもあれはもうおまけなんですよおまけだからビットコインもまだ保有してますけどもおまけですあんなのはもう なんていうのかなもう山賊君にあげてもいいぐらいの資産ですよあんなのね30年っとったらかしですよな、うん、くなってもいいみたいなイーサリアムも同じですイーサリアムもまだまだだいぶ保有してますけどもあれももう完全に私の遺産というつもりですよね、うん、そんな感じで今 FX ってものは自分の何体の中に染み込ませる財産としてねしかも子供に相続できるような子供だけじゃないもう皆さん、ね、希望されてる方には相続できるようなものに するためにもっともっと固めようと思いますんでねまさにリアルタイムでその瞬間にお付き合いくださるという決断をしてくださった FX オリガルヒのメンバーに私は最大限報いていこうかと思いますあのこんなサポートじゃ足りないなんて絶対に言わせませんしそれはもうねこの数年間特に FX についてはこの半年間で身にしみたいでしょ私がどのぐらいのレベルでやるかっていうのをね信じてついてきていただければと思います私はははももう必ずしもこれは売上のためにやってるわけではありませんから、ね もうそれはもう十分お分かりいただけたと思いますけどもただ覚悟をしていただける方ね身をきちんと放り投げてくださってる方ね放り投げるってのは表現が悪くてすみませんねでもこういった表現の方がなんかより本気度が伝わると思いませんか綺麗な言葉よりも私の本音の言葉の方がねというふうに言い訳をしながら今回の動画は以上にさせていただきますえ5月31日21時から株スクールの対談動画そしてそこではね私の オリガルヒについても少しお話しようかと思いますのでよろしくお願いしますそれではね、えー、もう待てないって方はねもうぶっちゃけメールで内定取りに来てください <laughs> よろしくお願いします、えー、価格を恐れないぞって方はね、まあ、少なくとも令和5年1月1日に正式に募集する金額以上には絶対なりませんからそれよりもだいぶお安くご案内しますんでそこは心配されないでくださいそれではその他ご質問ご相談なども併せてお待ちしておりますまだまだ私には余力があります y tres ahí.